どうもこんにちは、ナキヤです。はい、こんにちは。はい、今日は見てください。どうですか、ここは。あ、音鳴りますよ。どうですか、ここは。ほら、植木市。はい、熊本春の植木市のとあるブースに来てます。はい、見つけました。メダカを見つけました。植木だけじゃないんです。植木もありますが、メダカもいました。いっぱいいたよ。はい、ちゃんとね、今回は名前も写すようにしてるんですよ。おお、ほら、ほらね、シルバーブルー系、名前写してからのメダカがやっぱいいと思うね。うん、だから自分たちがもう名前ほら分かんないから、ちゃんとこう名前写して、ほら反省して、ほらちゃんと名前見て、はい、はいはい、ルカル、ちゃんとひらがな書いてくれてる。ルカ光体系って書いてある。ルカですね。詳しく書いてあったね。ルカか。ルカ、すごいね。こちらのメダカは、ルカって言います。頭だけがオレンジね。ちょっと頭は乗ってますね。ちょっとどんなメダカなんでしょうか、ね。まあ、ルカなんですよ。はい、ユリシスですね。はい、もういろいろ見てきましたね。見てきましたね、はい、いいですね。もうやっぱね、ちゃんとそうそう、ここ行かなくても写せたんでしょう。あ、そう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 、上に黒いネットが張ってあってね、もうちょっと板みたいな役割してくれて、ノー板でね、ね、綺麗に、ね、だからハウス内だもんね、ここはね。写しやすかったね、ハウス内で。うん、だから屋外と屋内がね、あれ名前写してる、これあれ写してない、写してないね。うん、ハンダルセット、ダルマもいたもんね。うん、やっぱダル、まあハンダルですけどね。セットっていいね。いいですね。うん、ね、名前、あ、またまたまた名前、まただめだかって言って、名前ねえ、なんだったかね。ちょっとイベントの時の反省のね、うん、反省点にしよう。すいませんね。ああ、すいませんね。はい、旅行パール対外交かな、はい、対内交かな、対外交か、ちゃんと、ああほらほら見て、旅行パール対外交でしたね。はいはい、自分たちも、はい、ね、取り方をちょっと ね、はい、もう去年1年やってきましたから、はい、もうちょっとある程度ね、任せてくださいよ。はい、どんだけ取ってきたと思ってんすか。はい、あ、またずっしょら。名前見たっけ。メダカの場合はね、メダカを写したいわけですよ。クリアブラウンラメとユリシスの多分掛け合わせかな。クリアブラウンラメとユリシス。うん、そうだね。いいですね。なんかだって、うん、まあ去年も見てるからね、まあ、メダカはどっかにいるだろうっていうのはね、容器ね、容器ね、一番大事です。色綺麗だったね。色綺麗なのし、ね、やっぱね、容器がなんかね、やっぱ見れちゃいますね。で、はい、ちょっと映してますけど、まあ、はい、植物もね、まあ、結局ね、やっぱ植木市ですから、はい、ね。植木がテーマなんでしょう、うん、その中にメダカがこうやってね、うん、展示されてるわけですよ。そらもう主人探して言うよ ね撮らせてください。なんか雰囲気が素敵よね。そう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 、周りは植木だらけだけど、その中にメダカがほら、ね、展示してあって、なんかしかも結構ちゃんとね、なんかそのなんだろうな、まあいわゆる
名前ネームがちゃんとついてるメダカがちょっといるとね、あの植物と ね植物とメダカのコラボですよ。コラボですね。別にコラボじゃないけどね、メダカもされてるそうですね。だ去年植木市に来て、まあ一つの衝撃としてはメダカいんのかっていうね。ほんとね、まあこれ言ってくれてわからんよ実際マジで。そうね、うん、うちらもあれメダカじゃねと思ってね、去年ね、あの出店者の中にほら金魚の出店者はほら、うんうん、ちょっと名前が出てるけどメダカはね出てなくて、その植木のね、そうね、あのねコーナーの一つにね、ね、こうやって、うん、メダカ見に来る方もねいるいるいる、でその植木市にね、一回植木市のその全体のやつ一本前回あげてるんだけど、それにねコメントちゃんともらえたんだよ。え、メダカいたんですか、うんうん、ちょっとまたあのリベンジしますって言って、うん、今度また行ってもらえてたら、うん、あ、そうだあのメダカはさ、あのメダカの検査はほらメダカの検、あ、そうね、メダカってあのついてるね、お店のね、うん、あの出店者のリストの中にあるけど、うん、そうね、うん、あ、それ以外ないもん ねやっぱわかんないもんね、うん、でもこうやって売り場ブースで行くとね、うん、メダカがこう展示されてね、うん、ちょっともうテンション上がったね、あ、今年もいるじゃん、おるじゃんって、すいません取らせてくださいっつって、うん、はいよって、うん、もうね、もう一返事でね、どうぞ、もうはいどうぞって、いいじゃないですか、もう、もう私たちにはもう天の声ですよ、はい、どうぞ、はいはい、皇帝パンダ松井秀、あ、これか、これだかわいかった ねあの黒目ちゃんパンダってさ、黒目ちゃんなのかな、まああの黒目ちゃんよね、そうでしょうね、まあそうだよね、まあ、パンダっていうぐらいだから、まあ、皇帝でしょ、やっぱメダカも黒目ちゃんいるって可愛いよね、黒目ちゃんはね、うん、うん、そうね、黒目ちゃんは可愛いですよ、うん、うん、最近どうですかメダカは、うん、我が家のメダカは、我が家のメダカちょっとあの毎日観察はしてます、たまに顔出してくれるけどね、うん、普通にいっぱい水面に泳いでる、あれだ、草を取ったんだ、うんね、掃除したもんね、うん、まあ、あまりにも、もう覆われすぎて、うん、だるまちゃんも元気よ、あ、綺麗、これ右と左の色の兼ね合い、ほら、うん、あ、これが、あ、これもまたメダカの魅力の一つですよ、うん、もう多分ね、あ、黄色だけでも、うん、芸能人の誰かじゃないけど黄色だけでも 100種類ぐらいあるよ、あ、もう100って言っていいの、いっぱいある、うん、あのミックスがね結構売ってあるからね、やっぱりね、その私たちは、まあ、メダカでいろいろこう語れませんけども、あのミックステンション上がんないみたいな、なんかねミックスね、ミックスじゃんってね、テンション上がっちゃうもんね、いろいろ入ってるじゃん、その色形とかね、うん、なんかまあ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 自分たちだから言えるのかもしれないけど、言っていいのかもしれないけど、テンション上がっちゃうね、あとダルマミックスさ、あなたダルマ好きだけでしょ、最高よね、うん、お客さんもねいっぱいおったとよ、もうお客さん来たけにちょっと どいたもん、うん、そう邪魔しちゃいかんなと思って、うん、もうね選びよらした、うん、ああこれいいよねって、うん、あれいいよねって、うん、なんでね、うん、あの熊本春の植木市ですね、うん、あの皆さんこれだけは聞いてほしいんですけども、メダカがいるんです、今熊本春の植木市には皆さんメダカがいます、メダカもいます、はい、メダカもいます、はい、ミックスもダルマも
パンダも、はい、ユリシスも、楊貴妃も、はい、皇帝も、おい、います。見に来てね。はい、見に行ってください。